来ちゃいました。大人気企画、夜の湖岸放送。いい天気で湖も穏やかなので、マルチネズミ講の話をしてたと思います。偶然隣に座ってる方がその辺にちょっとかじってたみたいな。かじってた、ま、マルチ情報専門家で。あれ、自称怪しすぎやろ。自称マルチ情報専門家。専門家です。お願いします。一番怪しい。アプリ使ってたらさ、いっぱいおるんだよ。そのだからあれが、まあ、いわゆるそのネットワークビジネスって呼ばれるやつで。早いな。いいぞ。質問。あそこの、じゃあそこのメガネかけたヘボイ進撃の巨人のキャラみたいな子。誰がや、誰がや、誰が一番撃たれるやつや。お前同じ同じ隠しときや。切らんといてな。狙ってませんか誰も。全然笑ってない。呼んでたのにな。で、質問があるらしいです。今は残るで。前提として今は全然やってない、うん、やってない、やってない。俺は一瞬だけはどうだろう。どう思う。一回そういうの似たようなものを経験して、まあなんかネットワークビジネスっていうのは法的に認可されてるから。ちょっと待って、ゴールデンドリバーと違います。ああ、はい。ゴールデンドリバーとラブラドールでしょうか。なのでちょっと今私の話は控えさせていただきます。なんでなんでやねん。犬好きなの。なあ、なあ、なあ、一言。やっぱ猫より犬やな。ああ、そうなんや。犬飼って猫飼ってないけど、やっぱり犬やな。あかんやん。全然根拠として薄いわ。どっちも飼ってから言う。いや、小型ゲージか知らんけども、やっぱ大型犬が一番好き。だから薄いね。説得力ないね。小型犬ってやっぱ蹴りたくなるというか。ほんま、サイコパスすぎるやん。かわいそうになってくるな、こういう。うん。ならへん、なんか。なんか。人間がなんかもう、あの。あ、そういうこと。うわって。品種と品種の掛け合わせ。そういうこと。うわ、どこまで考えんの。そういうのやってて、僕のイメージは、うん、そういうのをにすごい熱中してる、うん、すごいあの生き生きした人やな。期間どれぐらい熱中したん。あ、結構いろいろやったんやけど、なんていうかな、なんか多分一通り全部経験したと思う。2、3年ぐらい。ネットワークでもいろんなもんがあったり、あとは仲介やったりとか、はいはいはい。まあ、仲介って何。なんていうかな、例えばじゃあ、賃貸を探してるとするやん、自分の友達が、はいはいはい、ここ住みたいよみたいなって言ってる友達で、ここの会社使ったら安になるよみたいな。はいはいはい、うん、で、それで、あの間を入って俺が、はい、で、それで仲介料だけもらうみたいな。それは結局安いね、それは。え、実際ところ安い。いや、俺はあんま調べてなかったから分からんけど。けど、まあ営業トークでみたいな。そうそう、完全不合の営業みたいな感じ。そういうのから、あとはネットワークビジネスから、普通の個人のコンサルから。どうでした、どんなもんやった。やってみて。俺はなんかそれまでお金が大事と思って動いてたんやけど、はいはい、お金さ大事っていうのはどういうきっかけで、うん、その考えのか。あー、なんやろな、自分が、まあ、20年間ぐらい生きてきて、はい、約その中で刷り込まれていくイメージとかってあるわけやんか、うん、でそれってのは誰もが多分共通のイメージをある程度持ってると思うけど、うんうんうん、あれ、その中で生きてたらな、はい、したら持ってたら持ってるだけいいやんとかって思うやん、うん、だから俺もそう思ってて、うん、でもなんかそれをやっていくうちに別にそこを目指してやるべきじゃないなって思う。あくまでの手段ですわな、お金は。あ、そんな感じ。よし、そのあれやんな。さあ自分がなんかやってその今僕が言いました。結果がついてこればいいかなって思った。はい。人の話聞いてる。結構大事なこと。もう帰って。だから自分が、好きなことやって。はい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 、ちょっとそれで得れるんやったら、うん、うん、だからでもその普通のもう僕の周りにいた大学生とか僕もそうなんですけれど、うん、まあ、お金も大事やって思うけれども、うん、普通に就活して、うんうん、なんていう中途半端に、うん、何やねんお前クソみたいな司会しようと思いつつ、うなじの方、うん、はい、うなじの方ってめっちゃ楽すやん。ほんで、うん、つまり何が言いたいの君。だお金が大事っていう考えのもとで、その、なんていうか、行動力というか実行力というか、そこまで、そこまで自分を駆り立てたきっかけっていうのはもうちょっと知りたいというか。聞いたよ。いや、違う、それはさ、それまでの教育やん。教育は僕たちも受けてきたわけやん。普通やん。あ、まあ、同じやん。そう。そう。だって僕たちは同じ教育。あ、わかったわかった。それでも同じ。誰か聞いて。信仰がめちゃめちゃやん、もう。リヴァイ、リヴァイ、リヴァイ、ちょっと綺麗。だから普通に就活して普通に大企業入るっていう考えやん、普通は。だからそれはあるっすけど、コンプレックスあって。はいはい、ね、どういうコンプレックス。めちゃめちゃ長なるやんこれ。長なる。いやいや、ちょっとまあね、これまでということで。また近々ね。じゃあ、星空夜空、今日もゆっくり話せました。皆さん明日から第一日頑張りましょう。のんびり
私の声で眠れたら嬉しいな。YouTube の CM かお前。